YouTube アカデミアへようこそ。さあ、本日も早速参りましょう。とその前にチャンネル登録と高評価、コメント、通知設定のオン、よろしくお願いします。はじめに当チャンネルは中立的な立場で発信しています。また、本コンテンツは事実をベースに作成しています。事実と感想を分けて発信していますのでよろしくお願いいたします。コメント、通知設定のオン、よろしくお願いします。では改めまして、ゆっくり霊夢です。ゆっくりマリサだぜ。今日は日本におけるコロナ感染者数と、オミクロン株による影響とその状況について、解説していくよ。今回はコロナ並びにオミクロン株の話か。確かにオミクロン株は現在、感染が拡大して、いるから、その影響については気になるところだぜ。確かに新型コロナによる影響や、現在、猛威を振っているオミクロン株の影響は、気になるわよね。ああ、当然、気になるに決まっているだろ。いや、むしろ気にならない人はほぼいないと思うぞ。そんなことより早く教えてしてくれよ、霊夢。わかったわ、それでは、早速解説をしていくわ。それじゃあゆっくりしていってね。さて、早々に本題に入ってもらいたいんだが実際、日本でのオミクロン株の影響ってどんな感じなんだ？諸外国に比べると日本の場合は比較的、マシといった、状況ね。日本はまだマシ、なのか？1月13日時点で東京都では新型コロナウイルスへの、新規感染者が3124人確認され、全国では 18,859 人の感染が確認されているわ。また日本では新規感染者数が2022年に入ってから急増。世界的に猛威を振るっているオミクロン株の割合も、感染者の中に8割以上はいるだろうと推定されているわね。そんなにかよ。本当にそんな状態でオミクロン株の感染者少ないのか？諸外国に比べると圧倒的に少ないわ。データ分析好きの投稿主によると、最も感染者数が多いのはアメリカの6億1333万2277名、次いでインドの3607万510名、3番目がブラジルで2255万8695名、4番目はイギリスの1473万2598名、5番目はフランスの1224万6358名、6番目がロシアの1070万2150名、7番目がトルコの1011万7063名、8番目がイタリアの777万4863名、日本は9番目で感染者数は177万8827名。何か日本での感染者、諸国より圧倒的に少ないな。正直、圧倒的すぎて驚きだぜ。確かにね。それで各国のコロナによる死者数だけど、アメリカは81万3519名、インドは48万4655名、ブラジルは62万91名、イギリスは15万609名、フランスは12万3423名、ロシアは31万8432名、トルコは8万3980名、イタリアは13万9559名、そして日本は1万8407名よ。おお、感染者数が少ないとやはり死者数も少ないな。確かにそうね。そんなわけで続いてはコロナ禍になってから急に増え始めたコロナ関連死の現状について話していくわね。それでコロナ関連死の現状というのはどんな感じなんだ？実は10代から20代に関してはコロナによる死亡者数よりも自ら命を絶って亡くなった人の方が多いのよ。そうなのか。それはかなり深刻だな。そうなのよ。データ分析好きの投稿主によると2020年内の自ら命を絶った者の数は全国で 21,081人となり、2019年に比べて912人増。性別で見てみると、全体の2、3に当たる 14,055人が男性で、女性は 7,026人となっている。また2019年度と2020年度を比較すると、全体的に増加傾向にはあるものの特に、10、19歳が 17.9%、118人増、20、29歳が 19.1% 増、404人と、亡くなっているものが大幅に増加している。おいおい、本当かよ。まさか、10代や20代の人の方がコロナ関連死が、多いなんて思わなかったぜ。確かに意外よね。ちなみに2020年代でコロナによる死亡数と、自ら命を絶った人たちの数を比較してみてもわかるけど、2020年は自ら命を絶った人の方がコロナ死の人より、16,261人も多いのよ。いやー、まさかこんなことになっているとはな。これを見る限り本当の脅威はコロナよりも、コロナの脅威を煽り立てている連中だって、気がしてくるぜ。そう考えると、これは人災の部分が大きい気がして、くるよな。確かに、それは否定できないわ。それでは最後にコロナ感染者数について、日本と他国の比較をしていくわね。感染者か。死者数が少ないから当然、感染者数だって低いだろ日本は。そこは認識の通りよ、マリサ。コロナが流行ってから風邪にかかってない投稿主によると、現段階で一番、
感染者数が多いのは1位のアメリカで感染者数は6491万7692名。2位はインドで感染者数は3658万2129名。3位はブラジルで感染者数は2293万3289名。4位はイギリスで感染者数は1506万6395名。5位はフランスで感染者数は1327万9505名。日本は31位で183万505名である。また前年では日本より感染者数が少なかった韓国は、現在59位で68万7984名。31位の日本よりも114万2521名、感染者が少ない。比較的に少ない水準ではあるものの、現在、感染者は結構、増えてきているんだな。確かに数字的にはそうよね。年が明けた途端、新型コロナウイルスの感染が再び急拡大して、第6波の到来したと騒がれているけど、それが本当の脅威なのか。そこが問題よね。おいおい。それは一体どういうことだよ、霊夢。まず世界保健機関がオミクロン株による重症化リスクの、発表しているのだけど、デルタ株と比較して、重症化のリスクは低い可能性があるとの見解を示しているわ。そうなのか。ところで世界保健機関というのは一体何なんだ？世界保健機関というのは、すべての人々を最高の健康水準に、到達させることすることを目的に設立された、世界の人々の健康を守ろうとする団体よ。なるほど、そんなものがあったのか。それで？実はアメリカのジョンズ・ホプキンス大学の集計に、よると世界全体の感染者数と死亡数の推移は世界的に見ると、感染者数が増加に転じてはいるものの、逆に死亡者数は、減少しているそうなのよ。これは日本でもほぼ同じで、年末から感染者数が増え始め、年明けには一気に増えてきてはいるものの死亡者数は、増えていないのよ。ちなみに1月3日の週で見れば、致死率は 0.03% 程度になるわ。はぁ？つまり、あれか。オミクロン株はそこまで脅威ではなくなっているってことか？そうなると、指定感染症の危険等級が2類って、おかしいよな。そう思うわよね。でも感染者数が急増しているから、まん延防止など重点措置を、申請する自治体が増えているの。また今後、政府や各自治体は状況により緊急事態宣言の発令も、どうやら考えているみたいなのよ。それって本当に正しい対処なのか？正直、そのやり方に疑問を感じるぜ。まあ、そう思うのが普通よね。自ら命を絶つ人の方が圧倒的に多いのに、これでもコロナの方を危険視してるとか正直、意味がわからないわよね。まったくだぜ。本当に危険度を5種に下げてもいい気がするんだけどな。まったくだわ。だがしかし、本当に、このままでいいのかよ。今ある目の前の危機をないがしろにして、取り返しのつかない最悪な状況になってしまうんじゃないのか？それは本当に心配な部分だと思うわ。本当にそれはそうだよな。いい加減そろそろ政府やマスコミも真剣に、しっかりと現状を見て国民のことを考えた対策を、言ってほしいものだぜ。本当にそうなってくれることを切に願うわ。では、今日はここまで。また次回の動画で会おうね。